LF ルラジオ。はい、今日も始まりました、はい、LF ルラジオ第12回。12回ですね。はい、いやー12回来ましたね。来ましたね。今日は12月の13日火曜日です。はい、今日も新大田の神奈川沿いレコード屋兼立ち飲み屋、あれ、いつも立ち飲み屋兼って言ってるから変な感じ、 LF ルよりお送りしております。はい、本日お送りするのは LF ルの間です。ナビゲーターの七重です。今日はちょっと辻くんがそうね、いないのかいるのかみたいな、途中で来れるかもみたいな途中で来れるかもみたいな回なので、はい、ひとまずね、最初は相田さんと私でお送りしようと思います。はい、そうですね。前回の収録から3週間空きましたけど。そう、実は3週間空きました ね、 ね。なんかありました。あれ、前回って22でしたよね。22で、そうね、29は、まあ、一番最近のトピックでいうとやっぱりあの LF ル大忘年会が終わったばかりですけれども、全然つかぎは取れてませんよね。佐藤君もう絶対そうだと思うんですけど。いやー、めっちゃ楽しかった。楽しかったね。楽しかったですね。いやー、楽しかったなー。いやー、フリマやってよかった。あ、そうですね、フリマも楽しかったです。昼からずっと人いてくれて、すごいいいお天気だったので、すごいよかった。楽しかったですね。なんか明日のアームを受けててよかった。受けてた。はい、いやー、もう我ながらやっぱチュース良かったと思います。対バン6バンドねと DJ ねえ、そうそう、絶妙な感じだったと思うんだよな。相田さんのバンドのお披露目もこれ見た人結構歴史を目撃した感じになったんじゃないかと思うんですよ。いや、そう言っていただけると、私かなり楽しかったんですよ。あ、よかった。なんか嬉しいです、ね、帰った後今日一日超楽しかったなって思ったんですけど、でも結構バタバタしたし、なんかずっと楽しかったっていうよりも、うんうんうん、なんか最終的にめっちゃ楽しくなったんだなって思って。あ、そうそうそう、よかったよかった。そうなんですよ、ね、なんか久しぶりにはしゃぎましたもん。なんかただただ音楽が楽しくて、音楽が楽しくて、うん、そう、久しぶりに音楽が楽しいっていうだけではしゃいだの久しぶりだなと思って。おお、嬉しいね。楽しかった。楽しかったんですよ、私。本当にそれは嬉しいですよ。こういう時なんて言えばいいかあれ分かんねえんだよな。すいません、ね、嬉しい。私は嬉しい、ただ楽しかったっていうのが言いたい、言いたかった。いやー、よかったな。相田さんの金髪の明るさが、金髪しましたね。そう、さらに明るくなってて気合いが感じられましたね。そうそうそう、結構割とね、最近染め直してもらったにもかかわらず、そういつもお弟子さんってテテコゲットのしげるさんが、はい、まあ、せっかく初ライブなら、うん、行こうよ、前にやっとこうよって言ってくれてて、でも時間ねえけど、いや、もうこれしげさん言ってくれるしやろうと思って、でももう何にするかなんて分かんないから、うん、死ぬ直前まで抜いてくださいって、死ぬ直前まで抜いてくださいって髪がそうすごいな。私は結構なんか11月後半は撮影続きで、撮影続きか、撮影続きだったんですよ。あ、そういえば11月雪降りましたよね。あ、降ったね。そう、24の朝。あ、24、あ、確か大雪だったね。大雪でしたね。あの瞬間何してました。いや、俺は昼まで寝てた。あ、じゃあもうあれですね、雪が終わっちゃった頃ですか。そうそうそう、朝がすごかった、ね、そうなんです、朝すごかったんですよ。ああ。覚えてない片岡さん。いや、俺新幹線乗ってましたね。どっか実家に帰ってて、そっから出勤するってなった時に、はあ、その鈍行が動かなくなっちゃうから新幹線乗ろうと思って、あ、なるほど、なるほど。新幹線乗ってましたね。なるほど。仕事のため？仕事のために。そうか、そうか、そうか。私なんか、前日から、真鶴、静岡の方行ってて、静岡、神奈川か、端っこの方行ってて、で、
前日の夜中というか夜10時ぐらいに渋谷で集合して、そのまま車で行って、で、着いてからそのまま撮影が始まって、終わったのが昼だったんですけど、そこからまたそのまま帰ったんですよ。超ハード、てかもう、そっか。もうずーっと稼働しっぱなしで、そう。で、その間、ほんと夜中に雨から雪に変わってるのに、なぜか、こう、カメラマンは T シャツ1枚で、私はキャミソール1枚とかで、なんか、すごい薄着で、なんか、なぜか全員薄着で、撮影したんで、マジで？それは、すごいいい写真ができてるので、あ、写真だったんですけど。夜なんだね、撮ったのは。夜からまあ昼にかけて。昼にかけて。だから、ずっと撮りっぱなしです、昼まで。そういうことか、はい、そういうことか。夜中に着いて、そうですね、準備して1時ぐらいから撮り始めて、で、12時ぐらいに終わって、そのままもうめっちゃ雪降ってるから、もうそのまま帰ろうって、そう、帰らないと帰れなくなるって思って、そう、でもそっちの方はもうすでに昼ぐらいにはちょっと雨、みぞれっぽくなってて、でも本当にノンストップで帰って、最後の最後になんかどっか神奈川かどっかの東京、もう本当、海老名じゃないよな、でも。なんか、サービスエリアでトイレ行きたいから寄ってくれって言って、寄った時に、ダー降ってて、めっちゃテンション上がっちゃって、本当にそれまで、そう、それまで本当に雪か、はぁ、みたいな。本当、超疲れてるし、眠いし、寝てないし。あ、もう完全に徹夜の状態で10時、その渋谷集合してずっとやったってこと？そうですね。しかも私、その、そうなんだ。日も10時集合だったけど、その前にフィッティングとか別の仕事もしてたから、昼から動いてるしで、もう置きっぱなしみたいな状態で、結構みんな、まあ、ただでさえその撮影も結構ハードだったから、で、その前から動いてる人もやっぱいたから、結構みんなヘトヘトなのに、その瞬間テンション上がっちゃってめっちゃ、雪じゃんみたいな。カメラの子とか、震え始めちゃって、写真撮りたいみたいな、写真撮りたいって言って震え始めて、あー、だからツイッター写真上げてたやつ、あー、そうです、そうです、私、ね、雪食ったりとかしてたやつなんですけど、あー、そういうことね。じゃあ、あれはサービスエリアなわけね。あ、そう、サービスエリアですね。で、肉まん食べて、確かにサービスエリア感あるなっていうか、なんか広い感じがしたもん。そう、で、東京帰ってからもう雪で写真撮ろうって思って、みんな超荷物あるから、一旦それぞれ荷物置いてから、ちょっと行こうって思って、荷物置いて集まったら、なんか雪がほとんど、ああ、もう終わっちゃって。終わっちゃい始めてて、車、なんか50年に1回だったんだっけ？あ、そう、そんなって、ね。そう、11月の雪。なんか、どこ行ったのって思って、もうなんか、でも本当、雪に対してすごいダダこねたりとかして、こんなでいいの？こんなでいいの？みたいな。もう10年ぶりに降って、これですか？みたいなこととか言ったんだけど、やっぱりダメで、そう。ただの、ご飯会になって終わりました。なるほどね。でも、すごい雪テンション上がったんだけどな、それから降ってないですもんね、雪。降ってないね。ね、変なの。だってあの後また暖かくなったりしたでしょ。そうですね。多分感覚的に。あの日に真鶴行ってるってやっぱやばいな。やばかったです。本当に、波があるじゃないですか、海って。うん、で、海の波の水温と、その、雪が降ってる外の気温っていうんですか、温度差でなんか湯気みたいのが、水蒸気が出てて、すごい沸騰してる鍋みたいななってたんですよ、ずっと。海面が。海水の方が暖かいってことだよね。多分そうじゃないですか。そういうことだよね、多分でしょうね、きっと。気味悪かったですね。すごいね。うん、外で撮りたかった、写真。できるね。そう、だったんですけどね。そう。そうなんですよ。とか、その後、その次の日もなんか撮影あって、あ、これはもうちょっとで、多分解禁になるんですけど、うん、とあるウェブ CM の撮影で、これは出る側で出たので、これはまたお知らせしたいなと思ってます。あとは、その次の日にさらになんか茨城に行って、2日間、はい、フジテレビオンデマンドのウェブドラマみたいなの衣装をさせてもらって、それもすごい楽しみなんです。それはいつできるかわかんないんですけど、お楽しみにっていう感じで、結構、11月後半が結構濃かったですね。あとは、シネマのキネマ行きました、11月30日。シネマスタッフ
あのベクトル EP 発売した日です ね, そ, ね, ねそんな感じかな。 あるね。うん、あとはあれですね、その今泉さんの監督の、あ、今泉監督の映画の上映が終わって、そうだそうですね、12月2日に終わって、いや決まりましたね、再上映ね。そうなんです、再上映というか、まあ、本公開みたいな形で2月の25日から3週間、3週間しか、1日3本3本そうです、1日3本やるらしいです。3週間3本毎日やってたら、まあ全人類見れると思いますけどね。そうだね、全人類は全人類見れると思いますね。結構見え、あれ、ちなみに加藤くんが見れたの？いや、無理だったんです。あの満員になっちゃってて、そ う,、ね、そうなんですよね、そうなんですよ。いや、もうこれで見れるね、これで。あれまたありますよね。あ、そう、12月の18日に1日アップリンクのがあるんですけど、あ、それもなんかもう満員になっちゃってるみたいで、そうなんですよ、それもね。その日はあの辻くんが、辻との距離の取り方、取り方、あれ、辻との距離の詰め方、あれ詰め方じゃないだろ。測り方、あれ何でしたっけ、辻との距離の、距離の測り方、距離の取り方、取り方じゃない、辻との距離の距離感、辻距離、辻距離があります。そうそう、辻距離が、ね、フィーバーで、あるので、シネマとプレンティーって最近辻君のとサポートで入ってる2マンがあって、うんうん、それ18日あるんで ね、皆さんそれをぜひ。ああ、この先の予定もなってくると、はい、なんかありますか。12月末、もう年末ですけれども、17日に、はい、俺あの南浦のムクムクっていう雑貨屋で忘年会があって、 あれですね、あの LF ルフリマにも出てもらったチャンヒーさんの、そう、チャンヒーのお店で、酒トークを久しぶりにします。おお酒トークかーって感じだけど、酒トークですね。12月17日に一件動画が公開されますね。なんか私あの現場には行けなかったんですけど、ちょっと衣装となんか企画というかプロットというか、そのお手伝い、こういう内容にすればみたいな口出しみたいなのした動画の撮影があって、うんうんうん、それが17日に。それは音楽系ですか？音楽系ですね。なんか音楽系というか、これ結構なんて言うんでしょうね、フロムイーストっていうグループがいて、うん、フロムイーストってなんかいつかこうゲスト呼びたいなと思ってるんですけど、ミュージックビデオを作る集団なんですよ。ああ、そうそう。前、あの、相田さんにちょっとお話ししたんですけど、なんかミュージックビデオを作る集団で、音楽をやる人、音楽の録音をする人、で、動画を作る人の3人、最低限その3人がいればミュージックビデオが作れるって。ミュージックビデオを作るためには音楽と映像が必要で、っていう、そのための最低限のことを3人ができるから、その3人で音楽、音楽に映像を作るんじゃなくてミュージックビデオを作るっていうテーマでやってるグループなんですけど、私はそれの第1弾に出させてもらってて、うん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 、それ以来彼らとはこう交流があるんですけど、物の哀れも、まあ、動画撮ってる人は一緒なんですけど、うん、はい、フロムイーストではないんですよね。そう、物の哀れのミュージックビデオですね、あれは。で、フロムイーストは、ふとして光はっていう、あの、動画があって、それがそのフロムイーストの第一弾で、それから結構、その冬、春、夏、秋、冬みたいな感じでやってて、今回、秋のやつを撮ったんですよ。そう、それが17日に公開されます。はい。なるほど、なるほど。結構、あの、面白いことやってるなって思うので、その集まり方は面白いね。面白いですよね。ミュージックビデオを作るためって。そうなんです。だからレコーディングにも3人絶対いるし、撮影現場にも絶対3人いるしっていう。そうそうそう。それすごいね。だし音楽でコーラス必要だったらみんな歌うしみたいな。3人が 3人それぞれがもう3人のことを、3人のことっていうか3人それぞれがちゃんと全部に参加するっていうスタイル。分業っていうよりも、分業ではあるんですけど。それ重要な考え方なんだよな。てかそれ俺もう今言っちゃうけどっていうか、はい、俺のバンドをさ、照明さんめちゃめちゃ募集してんの。照明さん募集してるっていうか、はいはい、でもバンドに片岡くんが、はいはい、撮ってもらってる片岡くんがもう正式メンバーで必ずいるんだけど、はい、それ絶対重要なことで、うん、
だから多分ミュージックビデオもね、その撮影する人が毎回別とかじゃなくて、うん、もうこのライブに対してこういう音響でお願いしますって片岡に毎回言える状況、もうそれ一つのパッケージングとしてライブをやりたいっていうのがめちゃめちゃわかるから、うんうんうん、なんかその3人面白いなと思って、うん、だから俺も照明さんも必ずライブに本当は固定メンバーで欲しいんですよ、うん、見つからないんだけどね照明ってなるとねそうなかなかいないけどね、難しい。でも今回のライブ結構照明さんお願いしてませんでした、これこういう感じでって細かく書いて、はい、でもまあまあでもね、ニュアンスでしかないから、譜面渡してましたもん、ね、譜面渡したここブレイクなんですよでもあの譜面も私音楽全然わかんないのですけど、うん、読める人と読めない人いますよね。いや、そうだろうね、うん、あれはわかんないだろうね。でも普通に出てくるのあった人もかなり手こずってたんで、まあまあまあ辛い、ね、いやめちゃめちゃ面白かったですけどね。照明さん募集してるんでメールくださいそうそう、はい、とかありますか12月後半。私全然ないですね、本当にないんですよ。中旬から埋まってって、うん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 、後半は全然ないですね。あの家族でご飯食べるとか私クリスマス毎回 毎年かクリスマスは毎年家族でご飯食べるんですよ、うん、そうそう、今年もご飯食べます。今年 LF20 それ25日いや25じゃないですね、25じゃない、はい、25日は LF 多分休みます。休みなんですか、クリスマスはガーンいやでも大掃除をします。あ、いいですね。 あそれいいですね、まあ、私17日なんかアートフリマに誘われてんだよな。これでももう発表後だからってか17日なんで、17日の昼だよ。だってこれそうですね、まあでもまあその日だからな。そうですね、なんかでも面白そうなイベントで、なんだっけな、ちょっと待ってくださいね。あ、なんか東長崎、あれ落合南長崎ターナーギャラリーっていう豊島区の南長崎かにあるギャラリーでアートフリマっていうのをやることになって、なんか誘われたんですけど、結構面白い人がたくさん参加しているらしい、ターナーギャラリー、アートフリマ何出品するんだって。私なんだろう、なんか昔作ったキャップとか T シャツとかを売ろうかなと思ってますね。なんか結構あのスタイリストさんとか画家さんとかが多くて、はい、結構面白いんですよ。なるほど、そうなんです。それね、あの最近決まったんであれだったんですけど、来れる人ぜひ来てほしいな、面白そうなんで。17日ですね、17日これはなんかまあ私ブログとかでお知らせします。はいそんな感じかな、全然ないな。年末年始皆さんどう過ごされるんですか。特にね、特にとりあえず影響のことだけ言っちゃうかな。はい。多分、12月30、31、1月1日は休みます。うんうん。で、2日にインストアライブがあって、インストアライブ2日、うん。多分、サティフォ君、鬼ヶ原のサティフォ君と、今ちょっと活動休止でクーの多田さんの多分、ツーマンのインストアライブをやり、まあ、3日から通常営業にするかなって感じなので一応お知らせしておきます。早いですね。まあ別にやることない、まあ、やることないってこともないけどまあまあ、はい、はい、お店の状況はそんな感じですね。30から休みです。なんかあれですよね、こう私も相田さんもそんなに実家が遠くないじゃないですか。ってなるとがっつり帰省がとかっていう感じじゃないんですよね。気分が全く。そうなんですよね。なんか私こういう時こそこう帰る、こういう時に実家に帰れる人が帰ればいいって思っちゃうんですよ。だその代わり別に実家が近かったりとかする人が働けばいいやって思うんですよ。そうね。そうそう。だから。そうそうそう。昔からバイトの時とかそう思ってましたね。帰らない人は暇じゃん。そうですね。うん、だから3日から空けたらいいかなっていう。ああ、そうですね。3日から空いてたら。まあね。いいですね。あ、全然。近いから普通に帰ってっからな、たまに。わかりますね。
なんか別にね。2017年の目標とかあるんですか。これってやっぱあれですか、ね、てかさ、新年1回の放送とかでやりますこれ。あ、てか2016年やり残したこととかありますか。ラジオっぽい。今日そうなんだよ。でもそうですよ、今日総括なん、今日最終回ですよ。あ、次27日に収録だけど。そうです、そうです、放送するのは多分ね、今年の最終回ですよね。そう、31日にあの出すのはちょっとなんかあんまりあれだな、大晦日に公開しても、まあね、だから2日ぐらいに流したいんで、はい、あ、これをですか。違う、その次27日の収録ね。はいはいはい。だから実質これが今年について喋るってことですね。そうです、総括になりますよ。最後の回ですね。辻君いねえけど。いやー、でも今年はね、それこそ LF のラジオ始めたことが結構、そうですね、そうですね、大きなことでしたね。だって6月で始めて今回12回ってことはちょうど半年でしょ。そうですね。おー、すごいよ。なんかめでたい。すごいすごい。いやー、そうですよ、もうよかったですよ、やれてね。いや、楽しいですよね、うん、楽しい、本当にやりたかったからね。はい、これしかもゲストの方も結構いろんな方に来ていただけて面白い。面白い、うん、かなり幅広いと思いますよ。そうですね、うん、もっと広げたいな。そうね、もっといろんな人呼びたいですね、うん、まだまだいけますね、うんうん、まだミュージシャンをほとんど呼んでないからね。そうですね、うん、呼べるけどまだかなまだかなみたいな。大地さんぐらいですか。大地さんぐらい。大地さんとはじめさんとかですね。あ、はじめさんか。あ、そっかそっか、そうですね。辻君が呼んだ。うんうんうん、でも、まあ、ハリエさんも、まあ、でも、まあ、オールマイティープレイヤーなんで。うん、今日はね、でも、ミュージシャンを呼んでますけど。そうなんです。バンドを初めてじゃない、だから。そうかもしれないです。うん、はい。じゃあ、そういう感じで。まあ、そう、ちょっと総括は、はい、もしかしたら辻君来るかもしれないから、またその後でちょっと撮っときましょうかね。撮っとこう。そうですね、うん、はい、じゃあ一旦 CM 行きますか。 CM 行きまーす。はい、入れたいんだけど、どういじるの。女の子はね、もう本当怖い。入れたいんだけど、女の子はね、もう本当怖い。どういじるのか。入れたいんだけど、入れたいんだけど、入れたいんだけど、女の子はね、入れたいんだけど絶対付き合いたくない。入れたいんだけど、この番組は唐揚げ、あ、唐揚げとトマトとゼイマイトビージャイアンツダイナマイトエクスタシーフロムイーストが好きなパーソナリティでお送りしております。はい、ありがとうございます。こういう感じになります。あ、俺4番目だと唐揚げ来ましたね。そうだ、最初に、そうですね。あ、ここの最初のニョロニョロにちゃんと俺の名前も名前も書いておけばよかったですね。先に言われちゃったっていう、 あって思えたけど、まあ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 、ありがとうございます。あのさっきもね、はい、ゲストでミュージシャンを呼ぶことがかなり少なかったって言ってるんですけど、ね、今回はバンドの皆さんをお呼びしております、はい、あのジジジラフのボーカルのケイユ君と奥泉君と、はい、あとあのジジジラフのミュージックビデオとかジャケットのアートワークとかをこう手伝いしている関山優太さんをお呼びしました。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。緊張してそう。まずあのラジオなのにマスクしてるっていう。あ、風邪ひいちゃったんで。風邪ひいちゃって、すいません、はい、あの結構マイク近づいた方がいいかもしれない。近づいた方がいい、うん、分かりました。ああ、おはようございます。おはようございます。新譜がね、そうなんですよね、はい、11月に
そうですね、新譜が出て、はい、先月初めて の全国流通版が出まして、私はあのビレ版に見に行きました。あ、そっか、ビレ版に見に行ったらなんかどこにあんのかなって思ったら、すごいカバンコーナーの奥の方から音楽が聞こえてきて、導かれるように行ったらカバンコーナーとカバンコーナーの間にあって、なんだこの、なんだろうこれって思ったんですよ。僕届きましたよね、でもね。あ、なんか届いた、あの、まだ届いてないです、あの、あ、届けたらなんか帰ってきちゃったみたいな。なんだそれ、マジか、なんでか分かんないです。ナナちゃんにアーシャーを撮ってもらう。そうなんです、私があの新しいアーティスト写真を撮らせていただいたバンドなんですよ、ジジジラフ。デザインでかなりこう写真使わせて。あ、そうなんだ、やったー。じゃあ CD 早く見てほしい。そう、だって見てないもん。見てないんだね。このツイッターとかでやってるやつ。現物ない。そうですね、あ、でもそれ、そう、これですか、あ、それですね、はい、あ、それです、それです、そうです、そうです、そういうことか、そういうことか、はい、そうなんですよ、なんで私に頼んだんですかね、この人はね、初の、すいません、あ、初めてバンドのアーシャを撮ったって、え、てか私そもそも写真の撮影をお願いされて撮ったのが初めてだったんですよね。あ、それが、それもラジオで言ってたもんね、ずっとね。そうなんですよ、面白かったですよ。それがジジジラフさん、そうですね、ジジジラフ、そうだ、まあ結構言ってますよ、そう、ラジオ出てるんで、あ、そうなんですか。私結構言ってる。ありがとう。太鼓スーパー出てるぞって。ジジラフは結構出てますね。アルバム出ますとか超言ってるから。そうですね。言ってますよ。なんでジジラフなんですかって質問はもうめんどくさいかもしれないけど、一応聞きたいですね、やっぱね。あの導入としてね。はい。一応まあその、まあもう聞いた通りだと思うんですけど、はい、そのなんか初めてバンド組んだ時に、はい、なんか2チャンネルのまとめかなんかで、なんかあのその有名人の漢字をそのままなんか英訳したら面白くなるかみたいなスレッドがあったんですよ。でそれで一番最後のオチのとこで、はい、キキキリンがジジジラフって出てて、あ、面白いなってことですか。はい、あ、自分で自分で作ったわけじゃなくて、そっから、はい、2チャンネルから撮ってきたってこと。着想を得て、はい、着想を得てってか、もう着想を得て、そのままあんま言わない方がいいかも。発想の応用はしていないですね。発想そのままですね。パクリだもんね。パクリですね。あ、そうなんですか。はい、知らなかった。なるほどね、はい、そうそう、キキリンさんは好きなんですか、やっぱり。いや、あの、そんなに好きでもない。いつかミュージックビデオ出てもらおうね。あ、それは、それはやばいね。でも、だって、ジャケットになってもらう。ジャケットになってもらう。激渋。渋いね。キーキリンさんの耳に届きそうなもんじゃないですか、だって。え、いずれ、いや、わかんないですけど。いやー、そうですかね、言ってったらもしかしたら届くかもしれないけど、うん、やっぱ言ってったらいいんじゃないの、うん、可能性はありますね。まあ、自分から言うとちょっといやらしいか。そうですね、うん、周りが言ってくれたらいいんですけど。じゃあいいんですけど、複雑だろうね。どういう感想言っていいか分かんない。確かにね、キキキリンなんです、聞いてくださいって言って、あ、はい、あ、事務所に CD を送れば。あ、そういうのいいかもしれないですよ。意外とりあえず、あ、でも好きじゃねえのか、好きじゃねえってか、別に嫌いじゃないでしょうけどね。そうですね、めちゃめちゃファンだったら、はい、めちゃめちゃファンめちゃめちゃファンではない。そうなんか、その私別にフォトグラファーじゃないのに、うん、アーシャの撮影を頼まれた理由が全然わかんないんですよ。確かに、それは気になります。それはなんでなんですかね。いや、なんかやってると思ってたんだけど、え、やってなかったんだね。やってないですよ。いや、なんか写真いいなと思ってて、インスタとか上げてるの。え、インスタですか。え、インスタか。へぇ、タンブラーかな。タンブラーはそうですね、うん、フィルムで撮った写真を上げてます。そう、ジジジラフもね、うん、上げようと思ってまだ上げてないんですよ。あ、そうなんだ。そう、あ、本当、まとめたやつを上げます。あ、すごい。あ、じゃあお願いします。いい感じのやつです。なんか撮影で面白かったのが、うん、なんか、はい、私撮影の仕方が分かんないから、あの撮影の仕方ってなんすかね。本当に、本当にだから、その写真をお願いされて撮ったことがなかったから、あ、どうしようって。撮られてんじゃん。でも撮られてんじゃん。撮られてるし、だってそういう撮る現場のスタイリングとか全然してるじゃん。全然してますけど、ね、でもどうしたらいいのって思って、うん、分かんなかったんで、じゃあ遊びましょうっつって、おう、あ、そうそうそう、なんか遊んでちょっと仲良くなってから撮ろう。なんか結構自然な感じがやっぱいいなって思うじゃないですか。
ね、うん、で自然な感じっていうんですか。どういうこと？待って、依頼は関山さんから。あ、そうなんです。関山さんにされて、ね、でなんかふんわり、うん、去年の年末ぐらいにライブ見に行った時に、うん、アーシャ撮ってよみたいなこと言われたんですけど、うん、なんでですかみたいに言ってて、そら夏ぐらいに本当にお願いされてみたいな感じだった。ああ、そういうことか、そういうことか。じゃあ、ジージラフさんは、その時初めてだった。いや、私はあの普通に好きでライブ見に行ったり、あのサウンドクラウドで音源聞いたりもずっとしてて、はい、でライブ見に行って音源ゲットしてずっと聞いてて、ブログとかにもやったぜゲットしたぜみたいなのを書いたりとか、それで普通にファンなんですよ、私は音楽の。そうそう。でもそう本人たちと別に喋ったりとかっていうのは全然したことはなくて、そうそうそう。なるほどね。関山さんが手伝ってるんだみたいな。あ、そう、関山さんは前にあのなんだろう、お仕事で一緒にしたなったことがあって、ヤッホー手袋、あ、そうですね、ヤッホー手袋って言って、うちの奥さんがヤッホー手袋っていうのをやっていて、そう、関山さんの奥様のがデザインしてる手袋のモデルをさせてもらったことがあって、それも顔見知りだったし喋ってたんで、関山さんが手伝ってるんだってなってたんですよ、ジジイさん。それぐらいだったんですよね。なるほどなるほど。なんで本当にちゃんと結構喋るってなったのは、そのアーシャ撮りますってなってからかな。まあ、そういう意味では遊ぼうと、まあ、そうなんです。そうそう、普通に写真の話になって、そうでも急に写真家みたいになって、あ、確かにそれはドキマキするわな。そうなんですよ、ね、ていうか、そうだし、まず写真を撮られ慣れてないわけですよ。そうだからなんかちょくちょく会った時に勝手に写真を撮っておこうって思って、スタジオ遊びに行って撮ってたりとか、そうそうしてて、こうな、なんかこうまず私に慣れてもらおうかなと思って、すごいカメラマンじゃないなんですけど、本当にカメラマンやってるね。確かに。で当日はあのこう3人がまず最初大学のサークル、はい、サークルで知り合ったんですけど、はい、でだからもともとすごい仲良しだったけど、最近は3人で遊んでないみたいなこと言ってて、うん、3人が友達だった頃の感覚を思い出そうぜって、面倒くせボーリング行ったんですよね、はい、そうそう、ボーリング行ったんですよ。その本当に初めにさ、中越えした時にさ、富士そばいたよね。あ、富士そばいた。なんかお腹空いたって言って富士そば行ったんですよ。富士そばでいいんだって思うんだけど、いや隣がね、いやいや、そのなんかボーリング場の隣にあったから、うん、はい、すぐ隣で、なんか急にめっちゃ面白かった、はい、メンバーがお腹すいたっつって、富士そば行ったんで、集合して富士そば行って、ボーリングしたらもう仲良くなれたねってなって、なんか、はい、なって、うん、まあいいかで、なんかあの写真を撮ったんですけど、はい、全然指示してないのに、じゃあそこら辺で遊んでてくださいみたいな言ったら、はい、せーのでジャンプしたりとかするんですよ。指示してないよみたいな。とか相撲取り始めたりとかして、そう、遊ぶってそういうことかな。まあ、まあまあ分かんないね、遊んでって言われてる、ね、これとかがそうで、あー、せーのでジャンプしたりとかしてるんですよ。そうこれ相撲取ってる写真なんですけど。面白かったですね。結構いい感じですね。あ、夏、うん、これ夏ですね。そうですね、夏頃だった。そうそうそう、そうですね。なるほどね。フジロック終わってからリリース決まりましたよーで出すアーシャーの撮影をしたんですよね。はい、そうそうそう。そうなんですよ。ちょっとここで、あ、アルバムから、あ、そうですね。曲をちょっと紹介したい。せっかくだし、どういう、うん、あの雰囲気なんか。じゃあちょっと、はい、関山さんがミュージックビデオも手掛けている曲ですよね。そうですね。あ、そうですね。まあなんか代表曲みたいな感じですね。はい、あ、アルバム名もバンド名なんですよね、今回。そうですね。お、曲名は、じゃあ曲名だけ。あ、ネイキッドガールです。
半ぐらいで終わっちゃうんですけどネイキッドガール、これ一押しですよね。これ一押しです、一押し、うん、なんか これしかいい曲ないです本当。ちょっと待ってくださいよ、寝ようよそういうこと。なんでそういうこと言うんですか。おしゃれだな。ダメだよ。いや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 本当に本当ですよ本当に。この曲、そっかそっか、はい、この曲以外はってさ、まあでもはい、ちなみに曲は KU さんが作ったの。KU さんが曲を作ったの。あ、そうですね、全部僕が作ったんですけど、なんかもともと僕がその家で宅録をやってて、でそのはい、今回アルバム出す前に自主制作でもアルバムを出してたんですけど、そうそう、ホームワークス、ホームメイドワークス、ホームメイドワークスか、はい、ソロ名、ソロの名前、それもでも名前はジジジラフですね。はい、なるほどなるほど。それが一応、はい、自分の部屋で撮ったやつだけを全部入れて、はいはいはい、で今回は、まあ、バンドメンバーが来てその、はいはいはい、自分だけで撮ったやつとバンドで撮ったやつを混ぜて作ったっていう。ああ、そういうことなのか、はい、そうですね。なるほど、はい、え、最初その一人でやってた時期っていうのはバンドは組んでなかったは、本当のこと言うとその今のドラムのやつと本当は2ピースで組んでたんですけど、うん、それ大丈夫ですか言ってわかんない。あ、全然大丈夫。本当のこと、本当のこと、なんか内緒にしてはないです。あ、内緒にしてない。はい、そのはい、その頃はまあ一応バンドをやってて、でもただその時に前のアルバムの曲をやってたわけじゃなくて、うんうん、なんか日本語の曲をやってたんですけど、そのバンドをやってて、はい、途中でなんかちょっとまあ飽きちゃって、それで、はい。飽きちゃってで宅録を始めて、はい、今のスタイルになったみたいな感じ。そういうことですね、はい、ですね。あ、はい、それで一新してまた今のメンバーに。日本の時は全然曲調が違う感じだったんだ。そうですね、全然違う感じで、もう二人きりでやってたんで、はい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 、もうなんかすごいストレートなロックンロールばっかりみたいなのとか。あ、そうなんですか。はい、ばっかりやってましたね。それを経由し宅録し、はい、そうですねっていう風に。なんか日本語の歌詞想像できないけどね。そうですね、逆に聞きたいけど。今度送ります。うん、送って送って。セカンド出した後ぐらいにその再発してください。ああ一番いいいいですね。そうそう、セカンドは P バインから出て絡むみたいなね。いいじゃないですか。いいっすね。なんか最近 YouTuber を目指してるって聞いたんですけど、それって本当なんですか。そんなこと話していいんですかね。いや、なんか関山さんにジジジラフのメンバーみんな元気にしてますみたいなこと言ったら、なんか経由は YouTuber を目指してるらしいから、そこら辺聞いてあげてって言って。それはマジなんですか。いや、半分マジで半分冗談ですね。何、どういうことなの。いや、なんか普通に本当に単純にその今年の初めぐらいからその YouTuber の動画を見るのにハマって、はい、でなんかその YouTuber の動画って結構なんか、まあ、すごい言っちゃうとなんかこんなしょうもない動画でこんな再生数稼いでんだって最初思って、まあ、はい、でなんかでもそれでちゃんとお金が稼げてるんだっていうシステムを知って、そしたら俺でもできんじゃねえかって思っちゃって。そしたらやってみようかなっていう風に。何をしたの、はい、見たい動画。あ、でもまだ1本しか作ってない。1本あんだね。一応分けてるんですか。1本あげてるんですか。やばい。ちゃんと公開してる。公開してるんですね。すごいしょうもない。どうした再生回数は。いや、まだ30回ぐらい。あれてんの。1円も入んないです。そう。あ、そうなんだ。なんかアルバムのなんだ、はい、ダイジェストみたいな動画作ってたじゃない。はいはいはい、ダイジェストっていうんですか。トレーラー、トレーラーか、トレーラーのやつ。あの緩い感じでめっちゃいいんですよね。うん、見ました。なんかそのジジラフのアーシャを撮った時に、ね、結構音楽がすごいかっこいい、うん、けど本人たちはそうキメキメっていう感じではないっていうのが、うん、それをどういう風に見せていく行きたいんだろうなって思ってて。あ、そうそうそう。でもそのなんだろう、彼らの本当にこうただ仲良くてっていうあの感じがあのトレーラーめっちゃ出てるんですよ。そうそうそう、あれだって絶対指示してないですよね。そうそうそう、ただ遊んでてって言ってて、あのあれですよね。ピコピコとかそういうの持ってきてこれで遊んでっていう。そうそうそう、あれめっちゃいいなって思うんですよ。多分やり方によってはアートワークって結構なんだろう、キメキメ寄りにできるじゃないですか。
そうだけどそういう部分じゃない方をあえてこう出していく感じが関山さんの作為を感じます。作為ですか、うん、可愛くておしゃれな感じがします、うん、僕は全然お会いしたことなかったんで、あ関山さんは前あれですね、その関山さんはあの明日の朝に私を紹介してくれた人なんですよ。そうだね、謎ですよね、ねこの人は。本当に。そうそうそう、沖田さん付き合いで。そうなんですよ。ちなみに、なんで関山さんその辺をやることになったんですか。デザイン。デザインってことですね、そのトレーラーに関しても。すごい前に、はい、ライブで初めてデジラ見たんですよ。そうそう、昨日ちょっとメールで聞いたんですよね。そう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 面白いんですけど、生い立ちをどういう風に紹介したらいいですかみたいに言ったら、多分2012年くらいにライブを見て偶然声かけた、よく遊ぶ、なんか音信不通になる、急にライブやるって見に行く、メンバーも変わってた、レックするからアルバムこんな感じかな。なんだこれ、なんだこれ。レックするからが急に飛んじゃったの。そうそうそう、よく遊んでない、まあ遊んでたよね、はい、2012年ぐらいから、そしたら急にいなくなって。そうなんです。いなくなった時期は何してたの。あの子元気かなみたいな。ライブをしなくなったってこと。多分それが2014年ぐらいだと思うんですけど、はいはい、なんか僕、ね、年一でぐらいしかライブをやんなくて。へー、はい、それに比べたらじゃあめちゃめちゃやるようになった。そうですね、今はかなりやるようになったんですけど。それなんですか。まあだってまあその時もう3人で組んでるんですか。はい、一応3人。2014年あんまライブ、ね、ライブ欲がそんなになかったってことですか。そうですね、あんまりなくて、多分2013年とかもほとんど全然やってなくて、で一応その2013にあのベースが今のやつじゃなくて前のやつだったんですけど、そいつが急に辞めちゃって、でまた2人になってどうしようかっていう風にしてるうちに時間が経って、で、はい、今のこのベースの奥泉くんがなんかカナダに留学してたんですけど、それちょうどあの抜けたタイミングで戻ってきたんで、でなんかしかもカナダにいる時に僕の曲を聴いてかなり気に入ってくれてて、おなんかすごい、はい、ファンだったんで、はい、ファンだったんで。みんなファンだったんだね。はい、それでそうですね。でなんかちょうど好都合でじゃあメンバーにならないかっていうことで、お、はい、入って、それもまあ2014年1回ぐらいやってっていうぐらいで、はいはい、終わってました。じゃあなんか急にこのこれぐらいの、まあ、今ぐらいの頻度で活動するってなったきっかけとかってあるの。それは多分2015年に入って、今年なの。いや去年、あ去年、あ去年か、はい、あそうか、今年2016、はい、はいはいはい、で去年に入って、うん、そのさっき言った前出した自主制作版を、うんうんうん、あのネットとかで公開したら結構割とその反響があって、なんか本当にメールで急にブッキングがいっぱい来るようになって、あそういうことですか、はい、なんだっけ、あのたぬき、あたぬきネイビレコーズ、ネイビレコーズのやつを私最初に聞いてて、はい、そうそうそう、そうです、それでだから全然知らなかったんだけど、でそれで後からなんかおすすめされたの、ジジジラフ。そしたらえこれ聞いたことあるわってなって、そうそうそう、へそうそうそう、そうだったんだよね、そうそう、だから多分そう、私はその多分ネットに上げたぐらいに知ったってことかな、上げてから知ったんだと思う、多分、はい、多分タヌキネイル、そうですね、去年の夏ぐらいだったと思うんですよ、うん、はい、そうそう、じゃあまあ誘われたら出るぞっていう、はい、そういうそういう感じです。基本的にはスタンスとしては、はい、基本的にスタンスが分かる、私とスタンスが似てる。誘われたらやる、誘われて面白そうだったらやるっていう生き方してるから。え、そう、なんかあのツイッター見てたら今サポートメンバーがいるって。ああ、はい、今2人サポートメンバーがいて、で僕はまあスタジオにいた時のあのテルミンいじってた子みたいな。テルミン、ああそう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 テルミン、あいやなんかスタジオにあったテルミン、なんかテルミンがあったんですけど、あ本当、それ遊んでたやつ、遊んでたやつが、やつ、やつ、年下だからいっか、大丈夫大丈夫大丈夫、そう、私このラジオが公開される時はもう終わっちゃってるんですけど、リリパがね、あはい、12月16日にあって、はい、そう、モノアワレとか出るやつね、そうです、すごい楽しみなんですけど、それはじゃあ
5人編成5人編成で、おー楽しみだな。何が増えるんですか楽器は。楽器はアコギとあとまあ、はい、パーカスで、おそのさっき言ってたテルミンいじってたやつがパーカスなんですけど、へシンセもやってますね、はい、でなんかそのそいつが、はい、あのすごいめちゃめちゃライブで暴れるんですよ。え、そうなんだ、はい、で、あの暴れる酔っ払い乱入みたいな、あ、そういうこと本当に酔っ払いの観客が乱入したみたいな感じなんですけど、そうなんだ、はい、あいつがなんか僕らもともと3人でやってた頃って、はいはいはい、まあ、みんなおとなしいしすごい地味な流れでライブやってたんですけど、なんか急に僕がそいつ呼んで、はい、初めてライブやったらなんかタンバリンとか思いっきり叩いてどっかに吹っ飛ばしちゃうみたいな急にライブの見え方がガラッと変わってきたみたいな感じで。あ、それはお願いしたんじゃないの、まあ、お願いしたわけではないですね。あ、そうだ、俺よく知らない、いつの間にか入ってたけどあいつやばいやばいっすね。あ、まあ、最近はじゃあずっとその方も入って、はい、そうです、あ、そうなんですね、そうですね、はい、テルミンの写真あるんだ。あ、ある、送ってないけどテルミンの写真、いい写真いい写真だよ、すごいいい写真、ますます誰か何なのか分かんない、テルミンいじってる人、これいいな、テルミンいじってる人ね。でも楽しみだな、本当に本当に楽しみ、てか本当に仲いいんだよなこの人たち仲良しなんですよね。はい、そう、だって前なんか京都にあ、そうだ、あ、旅行に行ってましたね。ライブとかじゃなくて、ライブとかじゃなくて気持ち悪いよね超気持ち悪い、京都に旅行に行ったりしてたって。え、3人で、3人まで、ドライブ、はい、3人が友達だった頃の話を聞いたら、あ、秩父行ったり、そうそうそう、秩父、はい、秩父に行く、はい、なんかすごいっすね、あれだよね、なんか好きなアニメのその聖地みたいな感じで聖地巡りに行った俺知らなかった、アニメは3人とも好き共通して、いや、あのベースは知らなかった、知らない、いやー仲いいなそれいや3人共通して行く気するけど分かんないけど行こうってことでしょ、だってそうそう、なんかこの感じって音源聞いただけじゃ絶対分かんないと思うんですよこの感じ、確かにこの空気感どうやって伝わらないわで、もしかしたらその音源聞いて気になって、うん、あのトレーラーとか見たら、うん、あれってなっちゃうかもしれないなって、うん、若干思う部分もあるんですよ、はい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 、そう、そのギャップがいいって思える人と思えない人いるんじゃないかってちょっと心配になるんですよね。そう、このラジオも今この状態不安だよ、だって俺結構だってシュッとね、こう寡黙に演奏してる感じは関係演奏してるかもしれないけど、なんていうかこの仲いいっていうか、その今のこのふわっとしてるイメージっていうのはどう伝えればいいかなって確かに、ね、でもこうあのファンになってくれた人はぜひこのラジオ聞いて、うん、はい、幻滅してほしい、ね、そうそう、ガーンってそれ結構いいなってほしいですよね楽しみだな。京都って何したんですか、ちなみに京都行って何したんですか。もうあ、京都行って、なんか鴨川で鳥をずっと見てていや、なんなんだそれが一番面白かったよ、面白い、鳥を見てたのが一番面白かった、赤じゃないなんか岩がちょっとこの川の中にちょっと出てて、岩が出てて、石が出てて、いや、わかるわかるわかる、なんかその上でこう、なんかこうで鳥がこうアピールしてるんですよ、アピール羽を広げてね、そうそうそう、アピールしてるのを見てた、そう、面白かった、アピールね、アピールね、アピールして一旦飛び立ってまた数分後また戻ってきてアピールしてそれを見るのが超面白くて、面白かった、ね、1時間以上見てたよねこれすごい、これね、これ幻滅してもらえる感じがすごいありますよね、いや、いいじゃないですか京都それ以外覚えてないなえ、じゃあ一泊したんですか。あれ一泊したって二泊、二泊、二泊もしたのに鳥がアピールしたことしか覚えてないの、嘘でしょあれ一泊かな、覚えてないね、ね、覚えてない、覚えてない、なんか夜梅酒飲むみたいな、何なんだよ、そう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 、それは覚えてる、ああ、本当友達、まず友達なんですね、うん、あ、いいことですっていう感じがする、そっか、そう、なんか本当はあのこのリリースとかリリパーの前に呼びたかったんだけど、
とこのタイミングになっちゃったんだけど、今日なんかケイユ君が、うん、あの新曲を昨日できた新曲を昨日できた披露してくれるっていうことで、はい、昨日できたんです。昨日できました。それを本邦初公開っていう感じで紹介してもいいですか。ライブでやるんですね。でもね、多分ね。そうですね。多分やる。じゃあリリパに初めて、うん、リリパに来る人は聞けるかも。聞けるという。じゃあ、それ紹介してもらってもいいですか？あ、はい、新曲で、シニカルビートっていう曲です。もう一回曲名を、はい、すいません、シニカルビートっていう曲ですね。はい、いやかっこいいですね。かっこいいんですよ。かっこいい。ネズラがかっこいいんだよ。音質
結構なんか、はい、うん、激しいじゃないですか。そうですね。これライブでも割と忠実にやるんですか。いや、ライブではもう全然違う感じでやると思うんですけど、はい、なんかやっぱりその僕の作ってる曲ってその宅録だから、はい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 、やっぱりそのすごいいろんな音を入れちゃうんですけど、それがあのライブで再現できないっていうのが、まあ、そういう感じがしたんで、はい、そうですよね。相当な、はい、あるんでバキバキビキビキになってるんで、うん、はい、それはじゃあまたライブのアレンジでそれぞれメンバーがそうですね、やったりしてるとか、やったりとか、これだとアコギが入るっていうのも結構イメージとしてはどうなるのかなって感じがする。なんかでも実質そのアコギなんですけど、はいはいはい、そのエフェクターをかませてって、なんかほぼエレキみたいになっちゃってるんで、あ、そういう感じなんですか、うん、はい、歪む感じですか。歪む感じですね。あ、なるほど、はい、そっか。なんかこうライブなんだろう、音源聞いてライブ行って全然違くて幻滅しちゃう人っているじゃないですか。それってライブを楽しみに来る心構えとして違うなってやっぱ思うから、なんか逆にその音源とライブが全然違うものっていう風になってる方が、うん、なってるっていうか分かってると、いや、なんだろう、楽しみやすいっていうか、なんかちょっと得した気持ちになりますよね。二重の楽しみ方、二重の楽しみ方って思う。そうね、うん、楽しみになった、よりライブが、うん、それはいいな、うん、なるほどね。ちなみにもう率直にどういう音楽が一番好きみたいなのはあるんですか。影響されてるみたいな。一応その僕らの入ってた大学のサークルが、はいはい、あのビートルズサークルだったんですけど、ビートルズサークル、はい、ほうほうほう、そういうのがあって、はい、で元々そのみんなやっぱり60年代の洋楽が大好きみたいな感じで、ただその2014年ぐらいから 僕とこのベースがなんかあのジャズとかにハマって、割とそのなんていうかインストゥルメンタル的な曲にハマるようになって、でそうですね、結構歌入ってない部分も今の曲もめちゃくちゃ多くて、はい、本当にそういう感じで、なんか今の曲も別に歌の部分さえもうなくてもいいかなってぐらいに思ってて、はい、なるほどっていう感じで、やってて、あ、そういう要素も強いってことなんですね。はい、あ、なるほど。すごいなんかあの相田さんもバンドをやってるからすごい、ああ、いやいや、もうこのビートとかすげえかっこいいなと思って、ありがとうございます。純粋にちょっと聞きたかったんですけど、はい、なんかちょっとそうね、はい、そう、はい、あの結構今回奥泉くんが全然風邪ひいて喋れてないんだけど、あのアーシャとかそのさっき言ったトレーラーとか見てて分かると思うんですが、そのねジジジラフのチャーミングさをかなり引き出してるんですよ。チャーミング担当と言っても過言ではないんですよ。奥泉くんがこの感じ ねちょっとね、ラジオで伝わんないの超もどかしいんだよな。この感じ、ごめんなさいって今ほっぺたを押さえてます。ごめんなさい。かなりチャーミング。3人だと一番こいつが喋るんです。あ、でもそういうイメージあった。そういうイメージあるかも。3人の時はずっと喋ってる。喋ってますか。うん、めっちゃ喋ってる。そういうイメージあった。これはあのぜひライブに行って、はい、風邪治った時にこっちの話じゃん。こっちの話。ずっとニコニコしてるんですよ、奥泉くんって。すごいいいんだよな。ライブ中も。ライブ中はあんまりしてない。下向いてます。下向いて、むすっとしてます。そうですね。抑えてる。で今日ね来れなかった上村くんも、うん、ね、はい、ライブではかっこいい感じなので。でも普段も喋らないよね。普段も喋らない。そうですね、普段も喋んないけど、でもあの結構写真だとすごい決め顔とかをちょっとドヤ顔でしてくる感じが。やっぱなってる。そう、あ、やってるやってる。あのなんだろう、すごい寡黙なのに、うん、こうなんていうの、動きとか表情で面白さを出してくる感じが、うん、私はすごいツボでしたね。わかるわかる。そうだね。そう、面白かった。デジジラフ面白いんで、ぜひ皆さんライブに、あ、そうだ、そのリリパ終わった後とかってライブの予定とかってありますか。うんうん、はい、ぜひあります。ガンガン告知しちゃってください。うん、告知して。じゃあ、じゃあ奥泉君がお願いします。12月23日の金曜日5時10分から我々の出番なんですけど、はい、新宿モーションでグループ2の、グループ2っていうバンドが、あのリリパで、それとあのなんか、あ、ニューアクションのやつ、はい、一日中やってるやつだ、はい、毎年やってるやつだよね。そうですね、あれのサーキットイベントで、
、モーションとマーズとマーブルでやるんですけど、僕らはモーションの2番手ですね。ほうほうほう。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。はい、全部言う？全部言っちゃおう。全部言っちゃおう。じゃった。で、あとは1月9日。はい、青山の月月見る君思う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 いいぞいいですよキャラ出てますよ思うに出ますこれは何のあれなのこれは何だろうそれはねメモが書いてないよ、俺あそうだ、ね、俺が持ってる月見る似合いそうだなしっかりしろよ、対バンはもののあわれともう何回かやるんだね。もう3回目ぐらいです、ね。それも楽しみだね。結構もうなんか仲いいんで。うんうん、うん。ケイユが勝手になんか遊んでるよね。そう、ボーカルのシュウケイ君と飲みに行ったりして。いいねいいね。はい。それまあその縁でリリパにも呼んだっていう。あ、そうなんだ。はい。感じですね。で、あとはスイスイダックとユノベーションっていうバンドが出るんで、よかったら。よろしくお願いします。新年1発目、9日です。9日です。成人の日ですから休みですね。休日祝日です。あ、そうなんだ。祝日ですね。それは楽しみだな。20歳じゃない人はぜひ。はい、そうですね。20歳以外は65歳も分かんないけどそれ以降は、あ、1個、1月13モナも、モナレコードも、はい、あります。モナレコ、下北沢モナレコ、下北のモナレコで、モナレ、ほうほうほう、はい、やりますんで、ぜひ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 、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。あの皆さん CD をタワレコとか、あの、どこで買える？タワレコと HMV は？あ、HMV はないんだけど、あったっけど、どうだったっけな、1個だけあった気がするけどね。ライブで。あったようななかったような。いや、あの CD の取り置きです。取り、うん、違う。ビレバンはあった。ビレバンあります、ね。はい、ビレバンは下北沢で。ユニオンは？ユニオンは置いてないっすね。あ、そうなんだ。はい、じゃあ、ね、タワレコで買ってください、皆さん。そうです。タワレコもしくはうち入れるの難しいのかな。フレーク入れてんならじゃあうちも入れられるのかな。お、大手じゃないと入れられないとか。あ、いや、でも個人で委託できるなら、あのフレイクさんも僕がも、あの、メール送って。あ、マジですか。はい、あ、じゃあお願いします。ぜひぜひ。じゃあ全然ぜひ見てください。在庫が持ってる、在庫はフルレコーズでも取り扱いできるといいね。はい、お願いします。わーい、皆さん CD 聞いてください。はい、お願いします。お願いします。じゃあ本日のゲストのジジジラフのケイユ君と奥泉君と、はい、あのアートワークとかもろもろお手伝いしてる関山さんでした。なんか一言ずつあれば。はい、ちょっとアルバムが、全国流通で初めて出たんで、よかったら、あの、Apple Music とかで配信してないんで、あの、もうちょっと買うしかないんで、できれば、あの、買ってください。よろしくお願いします。はい、小泉くんは？そうですね。CD 出したので、ぜひ買ってください。やばい、何も浮かばない。そんな感じです。はい、はい、僕は何を言ったらいいんだろうな。いろいろジジジラフの他にもデザインやったりとか映像を作ってますんで、見てみてください。低いし小さい、低いし小さい関山よろしくお願いします。はい、関山さんはいろいろやってる方なので。はい、そうですね。あ、ワクワク見つめ祭りはいいんですか。それの告知俺です。え、あれあれって関山さんじゃないの？あの、手伝ってるけどね。あれ、あ、違うんだ。説明の主催のイベントが、リキッドルームでクリスマスにあります。25日ですよね。25日、はい、僕は多分撮影してると思います。まあ、どうでもいいですけど。あれ、私あれ関山さんが結構主だと思ってた。あ、そんなことない。違うんだ。あれはメンバーがやってるよ。あ、そうなんだ。あ、だそうです。すいませんでした。でも、あの、行ったら関山さんに会います。めっちゃ必死に撮影してると思う。ということで、じゃあ今回ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。